さあ、今日はですね、まあ、こうレオンハートさんの方でですね、新しいちょっとアタッチメントが入ったので、ちょっと紹介していきたいと思います。これはちなみに背中の厚みをつけるトレーニングですね。より背中の立体感を出していくというようなトレーニングになってます。こういう感じになってますね。まず、ここがグリップ。ここにね、グリップをつけます。こういう形で。ですね、これを握って行うことで、よりちょっとね、グリップが自由度が高くなって、これをね、手首絞り込みながら行うことで、より背中の収縮を狙うことができます。よりね、効果の高い背中トレーニングができるわけです。そして、このキック糸を僕はですね、ここに挟んで行うことで、より可動域を広くして、仕事量を増やしてやるというような形で行ってます。ではちょっと実際に行っていきましょうか。 I opened up my eyes to the world. I opened up my mind to it now. I opened up my heart to a girl and hope she doesn't tear it all down and like a little strand of her hair a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear her life was always my favorite sound no I always loved all the ways you made me feel there's nothing that compares every day it felt so real I couldn't get enough you're the one whose time I'd steal you showed me how to live ということでこういう感じなんですけども、かなりいい感じに聞きましたね。で、右側はね、良かったんですけど、まあ、まだいかんせんね、経験の浅い種目なんで、左側がちょっとまだうまくいかないかな。なんか結構ね、腕にかかってしまってる。もう少しね、背中のストレッチ感がね、足りないかなと思います。まあ少しね、こうやって練習して、より効かせれるようにやっていきたいと思います。ということで、本日の動画はここまでです。皆さん、この動画が気に入った方は、いいねやチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、このチャンネルでは質問や行ってほしい企画も受け付けてますので、どんどんコメントしてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。最後聞いたね。でもね、消える頃にこの旅も終わるかな。僕だけが僕だけに聞くよ夏の